で、パリーグプレーオフ第4戦は西武が7対5で日本ハムを破り、新チーム結成4年目にして念願の初優勝を果たしました。試合は2回に先取点を挙げた西武に対し、日本ハムは3回ホームラン攻勢で一挙に4点を奪い逆転。しかし西武は5回テリーの満塁ホームランで再逆転という劇的なゲーム展開となり、結局西武が7対5で日本ハムを破り、西武ライオンズとして初優勝、前身の西鉄時代から数えて6度目の優勝を果たしました。初優勝の喜びを持ち込んで、東京池袋の球団事務所で祝勝会が開かれました。宮内球団社長の温度で乾杯の後、広岡監督は、僕一人の力じゃないですから、それは1年だからどうこうじゃなくて、やはりそういう力を選手たちがすでにある程度備えていたと、力がまとまって勝てたんだと思います。続いて恒例のビールかけが始まりましたが、いつもクールな広岡監督までが昨日済むまでやってくださいと興奮気味で、各選手は互いにビールをかけ合い勝利に酔いしれていました。